クリスチャン・ラウトは、エストニアの象徴主義の画家である。エストニア国立博物館の創立者の一人である。フォークアートに近い民族的な題材で絵画を描いた。エストニア北部、レーネビル県のキラカラで生まれた。双子の兄弟のパウル・ラウトも画家になった。ラクベレのドイツ語で教える学校で学んだ後、タルトの市範学校に進み、地元の学校で数年間教えた。 村の教師生活に満足できず、サンクトペテルブルクに移ると、エストニアの民族主義者で画家のヨハン・ケーラーが絵の才能を見出し、ロシアの帝国美術アカデミーで学ぶことを進めた。1892年から美術アカデミーで4年間学んだ後、1897年にドイツに修行に出て、デュッセルドルフで、 デュッセルドルフ美術アカデミーで学び1899年から1901年の間、ミュンヘンでアントン・ヤズベの私立の美術学校で学んだ。タルトゥに戻った後、若い画家たちのための学校を運営し、地元の新聞に記事を書き、高校で教えた。1907年にエストニアの文化的資料の収集、研究家のヤコプ・フルトが没すると、 その収集した資料を展示する博物館の設立を推進した。2年後、エストニア国立博物館の創立、運営メンバーの一人となった。翌年、詩人ユハンリーブが集めた民族詩集に挿絵を描いた。第一次世界大戦が始まると、タリンに移り、画家の仕事をしながら教師をした。1919年にエストニア博物館協会の議長になり、 エストニア教育省の仕事をした。1935年にエストニア文学協会が民族女子誌カレアビポエグの改訂版を出版したと時、その差し絵を描き、この初版は当時としては非常に多い1万部が印刷された。1938年にエストニアのレッド・クロス賞を受訓した。ドイツ占領中にタリンで病没した。ありがとうございます。